はい、こんにちは。2020年、3月、28日ですね、土曜日の夜です。で、本日は、自宅に帰る直前で、ちょっと間に合わなかったので、マンションのエントランスロビーにいます。それで、いつも、紙ベースで報告できるように持ち歩いてまして、パソコン画面上で見せることができればそれでやるんですが、ちょっと間に合わない場合に、とにかく8時には定時発信したいので、この紙資料で使わさせていただいております。でまず本日は数学編なんですけど、数学の中で、本日は体積のあたりのことをやってみたいと思います。で、とにかく毎日8時に発信するという定時制を守っていきまして、でちょっとどうしても不十分な状態で作った時にはまた作り直しして、後日また YouTube にアップしていきたいと思ってますので、この形で今日はやらせていただきたいと思います。でまずその面、じゃあちょっと方向を変えますね。体積についてなんですが、立体の体積ということです。角柱や円柱というのは底面積が円で、柱状に立っているやつが円柱ですね。そして例えば四角形で立っているやつが四角柱とか、三角形で、立ち上がっているやつが三角柱ということです。で角錐とか円錐というのは上がとんがっている形です。上が一点に集中してとんがっている形です。でそれぞれの面体積は、角柱とか円柱の場合は底面積かける高さということになります。一方角錐とか円錐の場合には3分の1かける底面積かける高さになるんですね。でこの3分の1というのがミソでありまして、私なんていうかな、この3分の1というのを感覚的に、結構そう思わない人が多いんですよね。なんとなく2分の1ぐらいだと思う人が多いんです。だから例えばこの円柱とか円錐型の形を作ると、体積が3分の1になっていることを気づかないと、実は損をしているなんてことが、買い物の時損をしているなんてことがありますので、円錐円角錐は、体積が3分の1というのを知っておいてください。それで、具体的に円柱との体積と表面積のことをまず見ますと、円柱は πr 次乗、これが円の底面積ですね。円周率かける半径の次乗です。でそれに高さが、ヘイトですね、高まりますので、高さがかけられますので πr 次乗 h ということになります。で表面積の方はこの円柱全体の横側の面積と、それから上と下の、円の面積を足したものですので、側面積が 2πr ですね。円周は直径かける π ですので 2πr に、その高さに当たるやつがこの長方形の高さに当たるものになりますので 2πrh と、上下に πr 次乗がありますので、側面積と底面積合わせて表面積が 2πrh プラス 2πr 乗になります。でこれ別に公式として押さえておかなくてもその都度考えればいいんです。じゃあ次に円錐なんですが、円錐の体積は先ほど言ったように3分の1かける πr 乗、これ円の面積かける、高さ h ということになります。で側面積なんですが、側面積は、πr 乗、表面積、この底面積 πr 乗と円周が 2πr になりまして、側面積は πar ということで、 a というのは何かというと円錐の、この母線というんですが、この母線の長さかける π かける r という形になりますので、これも知っておいていただければと思います。で先ほど非常に便利な側面積の公式が出てきました。側面積は π にこの母線、この横線のことですね、と半径をかければいいと。でなんでこんな形で側面積が求められるかというのはこういうふうに説明できます。円,
円錐の側面積イコール π かける母線かける半径となるのは、これ計算すればそうなるんですね。というのは、底面積、底面の円周が 2πr です。で、2πr で、ここの赤で書いた底面の面積が 2πr ですね。で、ここが 2πr になります。そうすると、ここが 2πr になるはずです。で、扇形の面積 S イコール S 対、この、この比率ですねが、それ円の面積と円周の比率、つまりこれ全体の面積対、そのこれのこの、この子というかこの円周全体のこの面積イコール、円の面積対円周ということになりますので、これ計算していくとこういう形になりますということです。はい、それでは別の体積について考えてみたいと思うんですが、球の体積は身の上に心配ありて3乗です。これ3分の 4πr 3乗なんですけど、覚え方としては身の上に心配ありて3乗と、誰かの身に心配のことがあったから3乗するということですね。で、表面積は心配 r 事情ということになりますということです。で、ちょっと本日の前半の数学編は、大体これぐらいにさせていただきまして、ちょっとやっぱり、とにかく20時発信ということを守るために、不十分な形になっておりますので、また後日、機会があればきちんとした形で再収録したいと思いますので、本日はここまでということで、数学についてはここまでということで、ご清聴ありがとうございました。しばらくしたら理科を同じ形でやります。